はい、皆さんこんにちは。今日も撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、今日は何をやっていくかと言いますと、はい、今日はですね、もう別に使ってみたでも選手バッグ引いたでも何でもなくて、今のリアタイにおいてですね、投球どうやったら抑えれるかとか打ち取れるかとか、なんか結構変わってきてる気がするんですよ。というのも、僕がリアタイを始めた時はインハイを主に投げてて、で皆さんそれが打てなくてって感じだったんですけど、今回このリアタイをするにおいて通用するつにないかなと思ってまして、たまに甘い球を放るぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思ってて、でなんでそれを思ったかって言ったら、まずそのは、そんなに長打が出にくいのかなと思ったりとかですね。で、その今配球もちょっとやってみようかなと思います。さっき言っときますけど、偉そうに言ってますけど、通用するかは全く分かりません。とりあえずやっていこうかと思ってます。で、甘い球、なんで甘い球が大事になってくるかというと、急遽1イニングで10点取られた時とか、猛者の方と当たったりした時とかに、やけくそになって真ん中にノーマルピッチとか投げたりしてたら、意外と3人で抑えれたりとかするので、これもじゃあ使えるのかなというところでちょっと試していきたいと思います。では早速ちょっとリアタイの方やっていきましょう。はい、 OK です。僕ら高校ですね、相手ニューヨークヤンキースで、順位で言ったら600位ぐらいの方でしたね。 OK です。じゃあちょっと試してみましょうか。ピッチャーディラン・シーズですね。さあやっていきましょう。1番トレイターナーですね。まずはセオリー通り、先ほど言った通りアウトコースからいきましょうか。アウトハイのシンカーとかやっぱ初見で捉えれないんじゃないかなと思うので、はい、ナイスボール、やっぱ見逃すと思うんですよ。球もハイですね、シーズは。でここでくどくシンカーもう一丁いきましょうか。一回見せてるかちょっと怖いけどね。うん、 OK、 セカンドゴロ、はい、 OK、 セカンドゴロ打ち取れましたね。 OK、 OK、 OK です。で今ちょっと打ち取られて打ち気に流行ってると思うので、ね、もう一丁シンカーいきましょうか。くどいぐらいになかなかね、捉えきるのは難しいと思うんですよ。うん、 OK、 ファールボールで、こいつなかなかアウトコースの高めシンカー投げてくるなってとこで、ボール球投げましょうか。この辺に振るかな、フランカここまで外したら、おお、手出してきた。 OK で2ストライクと、2ストライクノーボールで、一応ストレート投げときましょうか。じゃあちょっと塁2の球ということで、曲がってくるよと思わせて、ここでうん、 OK、 キャッチャー、はい、 OK、 ツーアウト、いいっすね。今アウトコースだけで抑えられてるんで、アウトハイにしか多分頭置いてないと思うんで、今度アウトローにストレート置いてみましょうか。じゃあアウトローにストレート、ギリギリいっぱいくらいでドンボールね。 OK で、ノーストライクワンボールと、そしたらカーブ入れていきましょうか、こっちに。はい、最高、ドン、うん、 OK、 あー、これ落ちるかな。うんうん、オッケーオッケー。まあ打たれてもまあ単打ですよね。さあまたタティスジュニアといったところで、進化いきましょうか。ここに、あ、これね、ノーマルピッグッドピッチはダメなんですよ。あ、オッケーオッケー、ナイスキャッチ、オッケーオッケーオッケー。今グッドピッチたまたま抑えれましたけど、グッドピッチのアウトハイの進化は打たれます。絶対パーフェクトにするようにした方がいいと思いますね。ちょっと援護点取れんかったですね。 OK です。また先ほどの戦法でいきましょうか。じゃあもう一度シンカーからこっちに、さあいきましょう。アウトハイにシンカーですね。はい、うん、 OK、 ファースト、セカンドか。はい、キャッチ、ワンアウト、 OKOK、 OK、 OK、 やっぱアウトコースちょっと難しいんですよね。引っ張っても、なんていうかな、引っ張ろうとしてもセンターライナーになっちゃうとかで、じゃあ流そうかって思ってもセカンドゴロ、ファーストゴロになっちゃうので結構難しい。ほら、センター追いつかな。 OK、 キャッチ、多分今引っ張ろうとしましたよね、強引に。アウトコース結構ありやと思いますね。 OK、 じゃあ進化いきましょうか、こっちに。はい、ドン、あー、これボール球拾われたな。まだボール球ヒットになるか。
ちょっと体力なくなってきましたね。ピッチャー変えましょうか。一応もう2イニング途中まで持ってるんで。そしたらここも、変わらずシンカーでいきましょうか。こっちにさあ行きましょう。はい、いやー拾ってるな。やっぱ基本単打になってきますね。じゃあ2アウトになりました。ランナー1塁ピンチです。ここで逆にカーブいきましょうか。びっくり、ノーマルピッチです。打ち上がれないかな。オッケー、いいキャッチ。そうこうなるんですよ。ずっとシンカーばっかり放ってたらカーブ甘い球投げたらなんかいい当たりのセンターライナーとかなっちゃうんですよ。だから真ん中も意外と使えるんじゃないかなと。もちろん投げすぎはダメですけどね。さあ行きましょう。オッケー、入ったんじゃない？オッケー、ナイスバッティング、アルトゥーベ。オッケー、勝ちましたね。ピッチングが呼んだ勝利ですね。はい、僕ら高校ですね。2試合目ちょっとやっていきましょうか。相手セントルイスカーディナルス、同じ地区のライバルですね。さあ行きましょう。コービン・バーンズ行きましょうか。じゃあ先ほどの配球でちょっとやってみますね。じゃあまずアウトハイにシンカーから行きましょうか。はい、行きます。ナイスボール、オッケーオッケー。このね、アウトハイにどんどんついていく配球でいきましょうか。もう一丁続けますね。ギリギリでいいよ、もう外れてもいいからね。はい、行きましょう。ほい、ナイスボール、オッケーオッケー。これいいですね、いい球ですね。で、ちょっと外しましょうか。カットボールに行きましょうか。こっちでここですね。振ってくれたらいいけどね。ナイスボール、オッケー。ピッチャーオッケー、ワンアウトですね。やっぱアウトコースいいな。行きましょうか。はい、またアウトハイにシンカーですね。はい、行きます。うん、やっぱ拾われる。あ、ナイスキャッチ、アルトゥーベ。オッケー、いいですね。オッケー、ツーアウト。オッケーオッケー、ナイスキャッチ。さあ、バッター3番大谷さんですね。じゃあカットボール行きましょうか。こっちに、はい、行きましょう。外れてくれていいからね。うん、オッケー。多分ちょっとね、選球眼がちょっと狂ってきてると思うんですよ。どこまでがストライクかってちょっと難しくなってきてる。うん、なかなか飛ばないから。はい、こっち。ナイスボール、オッケーオッケー。いいですね、ツーストライク、ノーボール。で、ひたすらシンカー行きましょうか。外しますね。こっちに。はい、お願いします。これで打ち上げて三振取るかな。あ、オッケーオッケー。ナイスピッチャー。いいっすね。やっぱいいっすね、この配球。オッケーオッケー。さあ、OK、2イニングでいきましょうか。じゃあここもまた変わらずシンカーでいきますね。ボール球でいきましょうか。まずは、はい、うん、あ、見てきましたね。ナイス選球。でもここも変わらずシンカーでいきますね。この辺にいきましょうか。 OK、 はい、こっちで、うん、まあ見てるな。でもしつこくいきましょう。シンカーで今度は入れてくるシンカーでいきましょうか。はい、こっちで、はい、うん、オッケー、サード。はい、オッケー、ナイスサード、ワンアウト。オッケーですね。くどいほどに行きましょうか。で今度はボール球からカットボールで速い球で、はい、あー、よく見てない。こっちに入れてくると思わせてのシンカーで、はい、で、ここでグッドピッチのシンカー入れておきましょうか。こっちでここに入ってくるよと思わせての、うん、オッケー、あー、オッケー、ファルボール。今のわざとボール球掘ってるんですけど、見やすくすることによって手出してしまうんですよね、絶対。こっちでシンカー行きましょうか。はい、うん、オッケー、かかったよな。さあ、2ベンド1、真ん中行きましょうか。カーブでグッドピッチで行きます。こっちに多分打ち上げるんじゃないかな。はい、うわ、さあ行きましょうか。僕ら先行ですね。相手78位だったな。めっちゃ強いな。 OK、 行きましょうか。とりあえず援護点上げたいですね、ピッチャーに。
はい、しっかり打撃がクソでしたね。 OK です。じゃあピッチングで立て直しましょうか。まずはじゃあ、セオリー通り、アウトハイにシンカーからいきますね、まあこれね、ランキングに近い人なんでこれで通用したらマジでいいってことですからね。 OK です。もう一度シンカーいきましょうか。はい、いきましょう。見にくいと思うんですよね、やっぱ初見でのアウト入って。 OK、 ファーストかな。 OK、 キャッチバンアウト。 OK、 OK、 いいっすね、抑えてますね。さあ2番のベリンジャー、どうしようかな。インコース見にくいって話ありましたよね、ベリンジャーは。あ、まあでもいいや、ブレてます。はい、じゃあシンカーでいきましょうか。はい、アウトハイですね。ほい、 OK。 あ、抜けるか。いやー、この辺りは取ってほしかったけどね。お、アウトちゃうこれ。オッケー、ナイス。これは助かったぞ。ナイスナイス、助かった。さあバッターブライス・ハーパー、はい、行きましょう。うん、オッケーオッケー。そしたらチェンジアップ放っておきましょうか。こっちにボール球っすよ。もうこの手を出さす感じでボール球を、これです。オッケー、レフト。はい、ナイスキャッチ。オッケー、いいっすね。でもランカーに近い方を抑えてますんで、三者凡退で。いいね、いいね、ナイスピッチン。オッケーオッケー。さあ、こっち押さえていきましょうか。じゃあもう一丁シンカーで。もうブレません。アウトハイにシンカーでいきましょうか。初球外してもよかったかもな。まあいいか。オッケー、いきましょう。オッケー、センター。はい、オッケー、キャッチ。はい、ワンアウト。そうなんですよ。やっぱ、もうなんか無理っくり引っ張っても、センターライナーになっちゃうんですよ。これ難しいことに。オッケー、そしたら、今度はグッドピッチでシンカーいきましょうか。ここにボール球ですよ。多分手出してくれると思うんですよね。あー、オッケーオッケー、ナイスボー。これこれこれ、マジでこれ手出さなくてもいいわ。一応ね、ボール球にグッドピッチで、うん、オッケーオッケー。さあ、ワンエンドワン。ここでたまにほんのこの試合1球目ぐらいのシンカーをインコースに行きましょうか。これ打てたら大したもんっすよ。うわ、オッケーオッケー。ロジャースで行きましょうか。じゃあこっちもスライダーでとりあえず行きましょうか。ここで、はい、どうぞ。どうや。さあ、ワンエンドワン、一旦牽制しておきます。ナイス。はい、オッケー、ナイスチェック。オッケー。さあ、ツーアウト。もうひたすらアウトハイでいいよ、なんだったら。はい、あ、見るね、この人すごいね。よう抑えたな、ノーアウト一三塁。俺がカスだっただけやからな。オッケー、センター、追いつくでしょ。ナイスキャッチ、オッケー。やっぱアウトコース高め、すごいな、無敵やわ。さあ、行きましょう。バッターペレス、流してもファーストゴロやし。さあ、行きましょう。とりあえず勝ち気に流行ってるはずなんで、スライダー行きましょうか。こっちに。さあ、どうや。ほい、うん、見てくるね。いや、どうやろうな、甘くいかれたら終わりやけどな。あ、見るか、すごいな。シンカーですね。またインロー、インハイに。これ多分打たれるかな、大丈夫かな。はい、うん、オッケーオッケー。それとスライダー、グッドピッチでいきましょうか。外れる球で頼む、外してくれよ、むしろ。え、